菊池風磨「セクシーゾーンパリピな昇進カラオケを渡辺翔太、スノーマンが見守るウソコン動画公開菊池風磨「なんかなきゃ俺が中島みゆき歌っちゃダメなのか」と絡む場面も菊池風磨「セクシーゾーン主演ドラマ「ウソコン毎週火曜23時から放送の公式 TikTok にて菊池が焼け酒を煽り熱唱する昇進カラオケを渡辺翔太、スノーマン がが見守る動画が公開されたカンテレフジテレビ系かドライイレブンウソコン TikTok にて公開されたのは子どもの頃から思いを寄せてきた仙道八重縁長濱ネるが彼氏といるところを夏目翔縁菊池風磨が目撃してしまい昇進のまま仕事仲間の新藤正樹縁渡辺翔太スノーマンらと共にカラオケへ行くというもの。 匠はライブさながらの盛り上がりの中ウンディー、怪獣の花歌を熱唱。その様子を振動は笑いながらスマホで撮影している。その後、状況は一転し、中島みゆきの空と君の間におしっとりと歌う匠の前には、振動が一人いるだけ。